はい、えー、楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します、えー、今回あの60分、えー、いただいておりますのでだいたい50分間お話をさせていただいて、えー、10分間程度ですね、えー、質問のコーナーを設けたいと思います、えー、題しまして、えー、アメリカ アメリカ株ですねアメリカテック株の徹底解説10メー,ープラスアルファということでお話をさせていただきます、えー、半導体 IT、えー、それから EV ですね、えー、このあたりもお話ししたいと思います。はい えー、大体こういった感じでまず半導体のデバイスから始まって、えー、製造装置それから IT ですね、えー、特に大手の IT になりますあと EV まあ、具体的に言うとテスラの話とこういうことになります。はい えーまあ、前だあれなんですけども、もうこれ、毎回皆さんにお話ししている通りであります、なぜアメリカ株に注目するのかということです。えー、とこういったです、ね、テック株、テック株の成長株に注目するというときに、やはりアメリカ株というのはテック株、成長株の宝庫であると。 こういうことでありますやはりここが一番大きなポイントでありますそれから一株から投資できるということであります多くの銘柄が一株数千円から数万円で買えますということです数十万円でまともなポートフォリオが組めます 日本の場合、ですねやはりテック株、成長株ということになりますとどうしてもその100株の売買体元制度ということがありますので数百万円一か銘柄に数百万円かかるということが決して珍しくありません。 えー、ところがですね、えー、この表を見ていただきますように、えーまあ、日本でその代表的な半導体関連株、まあ、どうしても製造装置の銘柄になるんですがあこれに投資いたしますと千数百万円かかってしまうとこれは一単元投資するだけでこれだけかかってしまうと。 ということでありますアメリカですともうほとんどの銘柄が1万2万3万で買えてしまうということになりまして私が見ている銘柄一通り一株ずつ買ってもですね50万円で済んでしまうということです。 えー、この場合ですねやはりお試し投資、えー、これができるということでありますが、えーまあ、最初から真剣勝負やるんではなくて月々例えば数万円ずつ特定の銘柄に投資してみるあるいは、えー、複数の銘柄に投資してみる。 そういったそのお試しができるということですねこれ実は投資するときに非常に重要ですそれから分散投資が最初からできるということこれもまた重要なポイントになりますやはり一銘柄二銘柄ですとその最初からその真剣勝負になってしまうということになりましてやはり初心者の方ですとそこがどうしても 日本株のネガサ株になりますとハードルが高いということになるかなというふうに思います。であとですねやはりアメリカ株というのは成長する過程は確かにアメリカ、まあ、これ人口が3億3000万人いるとそして世界で一番、まあ、ある意味裕福な国ですね。 でそういったその国で十分成長したあと世界に打って出るとこれがアメリカ株の一つの成長パターンであります。 でということはです、ね、アメリカ株のポートフォリオを作るということは、えー、その時点で,です、ね、やはり世界を相手にしたポートフォリオを作るとそれができるということでありますね。で日本株の場合です、ね、やはりそのグローバル企業といっても本当の意味でグローバルをやっているのが、えー、製造業だと多分トヨタ、デンソーぐらいだろうと思います。で非製造業も含めると4大商社 ぐらいいだろうと思いますそのくらいしかですね実はグローバルをやっている会社というのは少ない例えばソニーとか任天堂になりますと日米ヨーロッパプラスアルファというところなんでどうしても地域が限定されてしまうところがアメリカ株というのは最初からグローバルに活動している会社が多いとこのあたりもやはりアメリカ株の一つの魅力なのかなというふうに考えております。 鉄株を見るときに今,今回ですね半導体それから IT あと EV この3分野見てきたないと思うんですが日本にないものがやはりアメリカにたくさんあるあるいは世界にはたくさんあるということですデバイスメーカーということになりますとどうしても日本はもう本当に少ないということなんですがアメリカあるいはアメリカ上場ということになると世界を代表する会社がたくさんあるということになりますそれから半導体製造装置これは日本も多いんですがアメリカ にも多いといととうことですねあと EDA これ実は非常に重要でありましてあとでシノプスのお話をしますけどもえロジック半導体の設計システムでありますであのロジック半導体の設計システムこれ非常に重要でありましてこれがないとえロジック半導体設計できませんということになりますでこの3社は実はアメリカにしかないということであります。はい それから IT でいうとアメリカの IT というのはやっぱりグローバル展開ですねアップルマイクロソフトそれからアマゾンこういった会社になりますあとゲームエンターテインメントはさすがに日本の方があの中核的な会社があるんですがアメリカ株にも有力な会社があるとあと EV で言いますとやはりテスラが今トップの会社ということになろうかと思います。 というのが私が実際に日々調査活動をしてて思うところでありますで早速半導体デバイスの方に移りたいと思うんですが半導体デバイスの市場ですねこれご覧いただいているグラフが世界半導体出荷金額3カ月移動平均であります2018年の10月に過去のピークを をつけてその後調整に入りましたこのピークを今年2021年の5月に突破したということでありまして今月を追って過去最高を更新していっているということであります要するに半導体デバイスの市場を新しい局面に入ってきたということですであのこれですね決して あの数量だけが増えてるわけではありません。価格の上昇ということもあります。で、特に今回ですねえ。10、12月期から tsmc が。 平均して15%の値上げを打ち出します1桁ナノ台の先端半導体で10%で10ナノ台から昔の微細化世代で20%の値上げを打ち出すわけですで平均すると15%ということになりましてこれが10、12月期から TSMC の売上に反映されてくるということになるわけなんですけどもあの TSMC 以外のですねもっと小さいファンドリー半導体受託生産業者ではもうどんどん値上げをしている会社も多いわけであります。ですのでこの上の方にいっているグラフですねどんどん伸びているグラフの中には数量の増加だけでなくて価格の上昇というのも入っていると、まあ、価格の上昇というものが入りますとですねその部分はあの利益にそのまま 上乗せさうということになりますのでここはやはり半導体の特にロジック半導体をやってる会社にとっては業績上のプラスというふうに考えてよろしいかなと思います。 でもちろんリスクはあるわけでありましてこれは DRAM のスポット市況でありますが下がっているということですね。えー、下がっている理由というのが、えー、パソコン向けやスマホ向けサーバー向けの DRAM がちょっと一服したということであります。でこれですねメモリーでも DRAM がこういうふうになっておりまして、えー、大口価格もですねスポット市況にどうもあのつられた形で、えー、下がっているわけなんですが。 あその底値から短期間で5割以上上がってますんで、えー、若干反動が出てもお、まあ仕方がないのかなという感じではあります。 でこの DRAM についてはです、ねあのー、もう一つ要因がありまして今の中心的な企画が DDR4 という企画がありますでこれがスマートフォンもパソコンあるいはサーバーにも普通に入っている企画なんですがこれが DDR5 に今年中に転換するはずだったんですがこれが少し遅れていると。 いうことでありますこれ実はあの設備投資がちょっと遅れてるということもありますし受け入れる側のパソコンとかスマホの方での転換が遅れてるということもありますちょっとこれ特殊なテクニカルな要因ですまあ、逆に言いますと来年になりますとこの ddr 54から ddr 5への転換が始まりますのでこれが一つの需要の換気要因にはなってくると思います それからですね難度型フラッシュメモリーしばらく市況が低迷してたんですがこれが上向きになってきているとここは実は設備投資ににもプラスなってきます今回ですね発表さ9月に発表された iPhone13 ですねまああの率直に申しますとそのかもなく不可もなくというのが内容であったんですが1つこれメモリーの分野で重要なポイントがありまして最上位機種が1イトの s s sd を搭載するということになったわけです、えー、ついにスマートフォンもですねパソコン並みに大容量 ssd を搭載するようになったということでありまして、えー、これははっきり言って、えー SSD 難度型フラッシュメモリーの需要にとってプラス要因です。というのは iPhone というのはもうすべてのスマートフォンメーカーのお手本みたいなものでありまして、えー、iPhone が 1TB の SSD を搭載するということになりますとそれを真似するところはやっぱり出てくるということであります。そういう意味では難度型フラッシュメモリーについては時給関係好転ということが今後期待できるんではないかなというふうに思います。 はい。 まああの最終需要半導体の最終需要ということになりますとですねやはり相変わらず 5G スマホそれから高性能パソコンと高性能サーバーですねあとゲーム機向けがやっと今増えてき始めたということですえこのやはり3分野というのがですね重要なポイントになってくるかなというふうに思いますで将来的に見てみますと EV プラス完全自動運転ですねあの EV だけでは実は半導体が ただ、EV が集約され,されていきますので必ずしも EV がどんどん増えたからといって半導体が増えるというわけではどうもないかなと思うんですがここに完全自動運転が搭載されるということになりますと完全自動運転の AI の駆動には結構半導体が必要になりますので EV プラス完全自動運転というのは半導体にとって非常に重要な需要層になると思います。重要分野になるとと思いますあと医療 工場の自動化、これはまだまだ先の話にはなるんですけどもこの辺りも大きな需要が期待できると。 いうことでありましてあの今後のですね半導体のデバイス需要の見方を見てみますと四半期ごとの変動は多分ある程度あるとは思うんですがまあ、ざっと見ますとですねちょっと強くかもしれませんが2024年ぐらいまでは伸びが続いていくんではなかろうかなというふうに感じておりますそれからアメリカバイデン政権のアメリカ技術革新競争法案ですね予算総額を安に2500億ドルということなん ですけどもこれが成立するかどうかあどの程度政権側が言っている法案が成立するかどうかですね、えー、ここが重要なポイントですね、えー、非常に面白いポイントになってくるかなというふうに考えております。はい 主要なデバイスメーカーの動き見ていきたいんですがやはり TSMC、これですねあの株価的には今のところそうパッとしません大きな設備投資をやりますのでその減価償却費の重みというのがどうしてもありますのでここはちょっと仕方がないかなと思います逆にそれだけにです、ね、10、12月期から打ち出す値上げですねこの効果がどの程度のものになるのかと。 いうことが来,来週、再来週ですね、えー、10月の中旬にまた決算説明会がありますのでそこで何らかのコメントがあるかもしれませんそこにはちょっと注目しておきたいなというふうに思います。 それから NVIDIA と AMD ですねこれが今絶好調で伸びているということでありますまあこのあたりこの2社についてはやはり重要だろうと思いますそれからインテルがまあ株価でも業績でも今のところパッとしてないわけなんですがもうちょっと時間がかかるかなというふうに思います えー、23年に今構築中の7ナノラインの生産が開始されるそして24年にアリ,ゾアリゾナ新工場が稼働開始するとそこまでちょっと待つ必要があるんじゃないかなということであります。 あとマイクロンテクノロジーなんですけども、先ほどお見せしたように D ラムの支給はちょっと反動が出て下がってはいるんですが、実は数量は増えてます。でマイクロンの場合ですね、来週決算説明あの決算発表がありますので、ここをちょっと注目しておきたいなと思います。 あとスカイウォーターテクノロジー、これですね、あの上場してまだ半年くらいしか経ってない、アメリカの新興ファウンドリーなんですけれども、実は工場はすべてアメリカ国内にあります。このファウンドリー、TSMC 中核として、ですね半導体実宅生産業者と言いますけれども、アジアに偏ってます。で、アジアに偏るというのは、ですね必ずしも使い勝手がいいわけではありません。 アメリカの中にはファブレス要するに工場を持たない大手半導体メーカーがたくさんありますそういった会社から見るとですね技術レベルはそうパッとはまだしないんですけどもいろんなものを作れるいろんな半導体を作れるこういうふうななんでも屋さん的なファンドリーというのは非常に便利なんですね。なのでこのスカイウォーターというのは今後まだまだ小さい会社なので株価の変動も結構大きいです。<laughs> ここがどういう風に仕立て上がっていくのかというのは少し長い目で私自身は注目しております今のところ軍事と自動車に強い会社ですねはいで。 これ tsmc の業績でありますあの今回のお話ですねあのちょっと会社の業績とか中身どうなっているのかあそこに少し頂点あの焦点を当ててみたいと思いますやはり非常に大きな会社だということが言えると思いますでご覧いただくと営業利益率ですね多分今期40%前後になると思いますが あのこれがですね実は一流の半導体メーカーに投資する時の一つの面白さなんですね利益率がとにかく大きいと高いということであります。で PR では決して安くはないんですけどもやはりその半導体住宅生産業者として世界トップであるということ世界シェアでいうとだいたい5割強が TSMC であるということですね。そして 売上がこういうふうに右肩上がりで伸びているということですこれ TSMC の月利売上高でありますが、えー、6月に過去最高を更新しましたでその後またちょっと調整はしているんですが右肩上がりでずっと伸びているということでありますで前年比も10%以上の伸びですねこれが出るということです で四半期ベースで見てみますとこの黄色の部分が5ナノでその上が7ナノです7ナノ、5ナノが最先端ということになるんですがこれが売上げの半分を占めているとで直近ですね1年間ぐらい見ると必ずしも売上げが伸びていないとこれが設備投資のすでに限界に達しているということです。 でですの今ガンガンン設備投資をやっていいるということであります。でこれがですね実際に効果が出てくるのが79月1012月そして来年に入ってからというふうに考えられますで特に来年の場合ですね先ほどお話したようにその値上げの効果も同時に見込めるということになりますので実は TSMC 来年に向けては結構面白い展開になってくるんじゃないかなというふうに考えております。 で分野別なんですがもともと TSMC が大きく成長した理由はスマートフォンです、えー、スマートフォンが出てくる前の TSMC というのはですね、まあ、いろんな総ハイエンドでもない半導体を、えー、地道に作る会社だったんですが、えー、スマートフォンで特にアップルから受注を得るようになって大きな飛躍を遂げたわけです。で今も売二上ーの42%がスマートフォン向けということになるんですがこちらの方の伸びはもう一桁にとどまっていると。 いうことで代わって出てきたのがこのハイパフォーマンスコンピューティングという分野。 HPC と言います今もうアメリカの半導体メーカーでも IT でももう盛んに HPC HPC と言いますんでぜひこの単語だけ覚えておいてください、えー、高性能パソコン高性能サーバーですね、えー、こういったコンピューティングの分野でありますここが今大変大きな伸びをしているということでありますサーバーだけではありませんサーバーというのはデータセンターに使うあるいは企業向けのシステムに使う高性能コンピューターになる わけですがこれだけではありませんあのこれまで影に隠れて地味な存在だったパソコンが凄盛、えー、りの影響でですね一躍着あの注目されてきているということです、えー、要するにパソコンがなければ仕事ができないと いうごく当たり前の話なんですが、これに皆さんきやっと気がついたということであります。今実際にハイエンドのパソコンになるとですね、ちょっと品不足感が出てきているということですね。で、えー、その下を見てみますと、IOT それから自動車 あとデジタル民生機器こういったところの伸びも高くなってます、えー、自動車についてはもうこれ完全にどこの国も国策ですから、えー、TSMC にやいのやいのとですね、えー、いう状況にえなってき 来ているととうことでまあ、ついにはですね台湾防衛のために各国とも艦隊を派遣するということまでもう今年に入ってなっているわけでございますのであのこの辺りがやはりちょっと株価とはですねあの株価を横に置いてもこの TSMC とかいう会社これ必ずやっぱり半導体を見るときにチェックしておかないといけないそういう会社になってきているというふうに思います。 で TSMC にくっついて大きな飛躍を遂げたのが NVIDIA と AMD ということになります。AMD と NVIDIA ですね。最先端半導体の分野では TSMC に生産を委託している会社です。えこれが大成功しました。で逆にインテルのように自前で半導体を作っている会社 IDM と言います。えファブレス工場を持たない半導体メーカーに対してインテグレーテッドデバイスマネージャー 工場を持って自前で作る会社を IDM というふうに言うんですけども、まあ、今や IDM の筆頭というのはインテルだけになってしまったわけなんですがどうしてもその最先端半導体の生産がうまくいかないということで売り上げが横ばいになってしまったのがインテルであります。で AMD とはまだまだ規模の違いはあるんですけどもパソコンの店頭販売ベースではだ大体今4対6ぐらいで AMD4 インテル 6と、えー、たまにこれがどんどん接近してくるというようなことになっているというわけであります。まあ、売り上げの伸びもですね確かに AMD の伸び大きいわけですね。それから NVIDIA も同様であります。えー、GPU の生産委託を TSMC にやったと、これがやはり非常にうまくいっているということであります。まあ、この辺りが AMD と NVIDIA 注目するゆえなんですがじゃあインテルどうかというと私自身はこのまま黙ってですねそのサンドバッグになっているというふうには思っておりませんただ自前でやはり生産設備を作るという形になりますんでもうちょっと時間がいるかなと実際に変化が現れるのが22年 あるいは遅くなると23年ぐらいなのかなというふうには考えてはおりますけどもやはりこういうふうにその企業の規模も大きいですしまだまだ自力のある会社ですのでどこかで反転してくる局面があるんではないかなというふうに考えておりますとりあえず注目したいのがですね正直言ってこの四半期ベースの売上高が前期あるいはせめて前年比で反転してくると増加してくるということ,と,いうことがですねあの 一つ、インテルで注目したいところであります。はい で NVIDIA の業績なんですけどもまあ、大変よく伸びているということですで今期についてはですねこの売上の中に仮想通貨向けの GPU が入ってますんでそれがあ結構ポイントになっていますで仮想通貨向けについてはですねもういずれなくなるのだと思いますんで来期は今期ほどは伸びないとは思うんですけどもそれでも利益の伸びっていうのは結構大きいというふうに思います でえー、中核になっているのがこのゲ一番上のゲーミングそれからデータセンターですねゲーミングの中に、えー、仮想通貨向けの GPU が入っていますだから正確にいくらなのかは分かりませんで一番下の OEM その他に、えー、仮想通貨向けのマイニング専用の GPU が入ってるんですが、えー、正直言ってあまりよく売れてるわけではないということですでゲーミングはですねやはり今パソコンゲームが大変流行りです なんでで流行りかとというとですね5が実は火をつけました2年以上前にプレイステーション5が最初に仕様を公開した時にレイトレーシング要するに画像の描写のやり方ですね新技術を使ったとこのレイトレーシングっていうのはすごいんだぜというのを言った途端ですねパソコンゲームをやってる人たちの間でこれは次はもうレイトレーシングだと。 いう話になってそこから実はパソコンゲームでそれまでそのマニアの人たちも結構やってたんですけども結構パソコンゲームの間でですねレイトリッシングというのは人気になってきたわけですでこれがこの高性能 gpu パソコンゲーム向けの高性能 gpu の需要に火をつけたということがあります はい、えー、それからもう一つこのゲーミングの世界で重要なのが e スポーツであります。えー、今ですね e スポーーツのプレイーヤーが全世界で1億人いるって言われてます。でそれを見てる人たちが4億人から5億人いると言われてます。で両方合わせてですね、えー、年率で10%以上伸びてるというふうに言われてます。で この e スポーツで使うゲー,ムゲーミング用の PC というのはそのゲーム専用機ももちろん使うんですがやはり圧倒的に、えー、パソコンが多いということですね。競技者の場合はやはやりデスクトップパソコンを自前で作りますで観客もそのノートブックを買いますね。 ええまあ高いもので言うと三十万ぐらいします安いもので十四五万ぐらいですかそのくらいはしますけどもやはりその搭載している GPU どういうふうな型番なのかということまでやはり気にして見る世界そういう世界があるということでありますこういうそういう世界がやっぱり今伸びているということですねあとデータセンターなんですが今ですね巨大なデータセンターの制御を AI を使うようになってます例えば Netflix とかですね。 そういったデータセンターというのがですねあの、えー、AI を使うようになってきているとでこの AI 用の AI の制御に実は CPU ではなくて GPU の方がいいと。 いうのが数年前から言われたわけですねそれがこのデータセンター向けが伸びているポイントでありますあのゲーミング用の GPU ですと高いもんだとやっぱり二十万ぐらいするんですけどもまあ安いもんだと数万円でするとところがこのデータセンター向けは一番今高いのが NVIDIA の A100 というタイプがありますこれがですね百数十万一,一つのボードでします結構高いです この辺りがあのやはり今の注目点で今後の注目点ということでもあると思います。まあ、NVIDIA の場合こういうふうにですね非常に綺麗な伸び方をしてますので引き続き注目していきたいと考えております。それからアドバンスとマイクロデバイスです売上が大変好調に伸びているということでありましてやっとですねこの利益率が上がってまいりました。 えー、多分今期20%以上の営業利益率になるかなというふうに思いますであの投資も随分やってます研究開発投資だけじゃありません、えー、あのマーケティングの投資も随分やってますので えそれはそれであるんですけどもまあ投資した分は今度は売上が伸びるという形になりますのでこれはこれでいいことだろうと思います。で業績予想をこう伸ばしていきますとですねあの今の株価で例えば来期22年12月期を見ますとまあこれはあ,のあくまで私の予想が正しければという話なんですが PR が30倍以下になっているということであります。要するにももうう必ずしも割高株というわけでではありませんので あの業績でちゃんと買える株になってきたということこれは押さえておいていいかなと思いますこのコンピューティンググラフィックスというのが CPU と GPU でありますそれからエンタープライズ組み込みセミカスタムこの中にプレイステーションそれから Xbox 向けの CPU が入っていると いうことともう1つですねエピックっていうシリーズのサーバー用の CPU これも入っておりますということであります。両方とも伸びているということとこのエンタープライズ組み込みセミカスタムがちゃんとしっかりとした利益を上げてきたということですねこの辺りが1年前と比べると AMD が相当大きく変化しているそういう理由になっております。はい で、次に半導体製造装置なんですけれども、もうこれも何回もお話ししております今増強中なのが5。7であります。この5。7というのがビッグノードと業界では言いますけれども、生産能力の大変大きな世代ということになります。歩留まりが大変いいです。大変いいんでえどんどん投資しているということです。で、この投資の投資をして5。7が儲かっているとで、その余力その力を持って3。7を。 3ナノもやるというのがもう業界の大きな流れになってきているともう先頭を切っているのが TSMC ということになりますで。来年22年にこの3ナノの量産投資が始まって多分メモリ投資も続けていくだろうということですねそして23年になりますと今度は2ナノの初期投資が始まる24年は2ナノの量産投資が始まると。 いうこ,とであります、まあ、こういった形で今きれいにスケジュールが続いていっているということになります。はい で TSMC インテルサムソンの半導体部門この3社三つどもえで投資競争に入っているということですインテルは数年前まではこの投資競争からあ逃げてたんですけどももう逃げるわけにいかなくなりました、えー、CEO CTO も前の人たち辞、えー、めてしまって良かったですはっきり言いますとですね、えー、前の人たちの失敗というのがですね例えば EUV 露光装置はあまり使わなかったということですあの EUV 露光装置の一つ 前の世代の ARF 液晶を主力に置いてしまったとそれでは最先端はうまくいきません でインテル今 EUV ロゴ装置を積極的に使うようになってきてます。そこは実はインテルはですね注目している点だろうと思います。まあ TSMC、インテル、サムソンの半導体部門こういう形でですねかなり大きな投資を続けていっているということになります。でまあその結果ですね半導体製造装置の販売高もこういったふうに急角度で伸びているということです。まあ当然その半導は どこかで四半期ごとにあるかもしれませんけども、やはりトレンドとして、ですね大きな伸びになってきているということは、もう言っといていいんだろうと思いいますはい、あとこれ、シェアの表なんですが、もうこういったあのハイテクで、ですねハイテクに投資するとき、お約束だと考えておいていただきたいと思いますが、トップシェアから狙っていくということであります。 えあのこれですね、下の方のシェアの会社に投資するんじゃなくて、やはり一番手の会社ですね、これも上から見ていただくとお分かりですが、やはり日本企業を出すと、東京エレクトロン、それからスクリーンホールディングス、レーザーテック、こういったところが名前が荒ってくるわけです。で、アメリカ企業ですと、アプライド・マテリアルズ、これ、世界最大の半導体製造装置メーカーであります。あと、ラムリサーチ、これ、難動向けの設備投資に強い会社。 あともう言うまでもなく ASML ですね、えー、EUV 露光装置これがないと77の以降の経済生産はできません、えー、我々の今の生活そして将来の生活を担っているのがこの ASML とはっきり言って TSMC だと言っていいだろうと思います。TSMC が今 ASML の EUV 露光装置の最大手ユーザーになっているはずです。 えまあこういったところでこのトップ企業を狙っていきたいなということであります。あと後工程になりますとやはりアドバンテストテラダインこのテスターメーカーに2社ですねこれやっぱり重要ですあと切削と装置チップに切り出す装置ですとディスコは80%のシェアを持っているということになります。はい えー、ASML ホールディングこれはまあ u v ロコー装置の独占企業であるそれからアプライドマテリアスラムリサーチテラダイン KLAKAA ですね、あのー、半導体のシリコンウェーですね これの欠陥検査装置で、えー、ハイエンドの分野なんですけどもシェア100%です、えー、ユーザーはー全てのデバイスメーカー,ーそしてシリコンウェアのメーカーということになりますこれぜひ覚えておいてください非常に重要な会社ですあとシノプシス、えー、これですね EDA の大手3社シノプシスケイデンスデザインシステムス、えー、それからメンターグラフィックスこの3社のうちどれかを使わないとロジック半導体はできません 三社とも実はアメリカ企業ですうちシノプシスとケイデンステダインシステムこの二社のみが上場しているということであります正直言って業績の変化は後でお見せしますけどそうパッとしませんでもやっぱり買われてます高いですはっきり言ってですねここは一つ重要な会社だというふうに思っておいていただきたいと思います ASML ホールディングスですで半導体製造装置あるいは幅広く半導体関連の中でですね何か一社だと何か一社ありませんかと聞かれれば私はもう何の迷いもなく ASML と言いますはっきり言って逆に言いますとですね、あのー、ASML の業績が下手ってしまえば今回の半導体ブームはそこで終わりということになりますまだ下手ってません。 大体いい年率で80 30%前後の増収が今、続いているということでありまして、年々、営業利益率も上がっていってます。で実はですねあの出荷する EUV 緑黄装置、スペックが上がってますんで、1年ごとに単価も上がっていっているということですね、あのこのあたりは重要なポイントになってこようかなと思います。 で受注台数と販売台数なんですけども受注台数ですね、今年になって公開しなくなりましたけども販売台数、今年ですね、2021年12月期で多分41台から42台ぐらいだろうと思います。ここれががもう上上限限です来年この上限が55台になると その次は60代以上になるということです。もうあの販売台数の上限いっぱいまでえー、ようやく今うあの埋まっているということですね。これはっきり言いますと。と、えー、tsmc が一番多く調達してた中にサムソンが今割って入って、えー、それにインテルも噛んでいってるということであります。もうこのえー、euv 露光装置をとにかく入手しないと。 ロジック半導体の生産最先端の生産は話にならないということになってくるわけであります。 でその結果受注がこういうふうに急増しているとこういうことです第二四半期四六月期ですね受注過去最大になりました、えー、EUV も確かに増えてるんですが実は EUV だけじゃありません EUV の前の世代の ARF 液晶露光装置それからその前の世代の KRF 露光装置こういったところの受注も増えてるんですよ 何でかというとう汎用半導体が増えているからですね。汎用半導体の需要が増えて設備投資が増えているということなんですね、このあたりが非常に重要なポイントになってこようかと思います。 あとアプライドマテリアーズ株価的には実はパッとしないんですが業績、絶好調です、えー。なんで株価的にはパッとしないのかというとですねこれ、えー、ASML とちょっと違った見方をマーケットがしてるんですけども業績が良すぎてここはピークじゃないかという話が13月の決算そして46月の決算から出てます。で決してそんんなことはありません EU 旅行装置がこれだけ伸びるんだったらその周りにはびっしりと最先端の製造装置が並べられるわけでありますので、えー、ちゃんとおそらく30%前後の売り上げの伸び今期も来期もいけるだろうと思います。PR を測ってみますとです、ね、やっぱり結構安くなってますのでここは少し長い目で見て投資していってもいいんじゃないかなというふうに私は思っております。 で売り上げですね、この場合はあのここの場合ロジック半導体向けファンドリー向けが結構強いということもありますのでそういう意味では結構安定した会社かなというふうに思います。はい それから KLA コーポレーションあの先ほど申しましたけどもシリコンウェハの血管検査装置、えー、これの独占企業ということになりますが、えー、安定した売り上げの伸びということになってます、あのー、どうしてもですねこういう半導体製造装置メーカーになりますとやはり ASML それからアプライドマテリアス、まあ、この辺りが2強ということになりますでやはり株価の動きから見るとですねもう ASML、うん、チャートぐらいになると一億瞭然ですけども 見,見方がりずっと続いているわけですで、それだけでもい,いって言えばいいんですけども何か他にいい変わった目柄ないかなという時はこういった KLA コーポレーションですねえこういったところを見るのも面白いかなと思います PR は決して割高にはなっていませんむしろあのあんまり最近注目されてないのかなと思うんですけども重要企業の割にはあ割安になっているのかなというふうに思います ウェーハー血管検査装置が主力なんですがその下のパターニングがこれあの一部レーザーテックと競合しますけどフォトマスクの血管検査装置ですねちょっと古い1世代前のタイプのものを売ってますけどもこちらの方も結構伸びているということであります。 それからシノプシスなんですが、えー、実はですね、売上の伸びは決して大きくはありません。えー、順調に2桁増収増益が続いてはいるんですけども、利益の伸びもそんなに大きくはありません。しかし PR も見ていただくとわかるんですけども、今期も70倍になっているということですね。えー、来期伸ばしてみてもやっぱり50倍台、えー、今から買えるんかいなと。 いうお考えは確かにあるだろうと思うんですけども結局マーケットでは買ってますということです、えー、多分今回の半導体ブームが終わるまでシノフスの相場というのは続くんじゃないのかなというふうに思います、えー、やはり希少性というものが あるそれからこれから3ナノの半導体設計にすでに大手のデバイスメーカーが取り掛かっているわけなんですけどもやっっぱり複雑回帰になってきますそういった時にですねやはり最高性能の EDA が必要な EDA ロジック半導体の生産 設,備であの設計システムですね、えー、これが必要になってくるということになりますこれが一方の強い分野ですでもう一方実はあってですね例えば自動車用の半導体で、えー、TSMC が今やろうとしているのが TSMC の自動車用のマイクロコントローラーユニットこれの中核が今40ナノと50ナノになりますこれを23年かけて28ナノにグレードアップするというふうなプランを持っていますでこの時に設計やりな でこういった設計古い半導体の設計のやり直しがあちこちで今起きてるわけですあの設計をやり直すとまず工程が3観測化されて負荷機能がつくと。 いうことになりますので、まあ、高く売れ半導体が高く売れるようになるわけですね。そういった行為を今やろうとしている。でその時に最新鋭のシノプシスのような設計システムを投入するということになります。要するに重要分野が決して半導体の最先端の分野だけではない。 えー、汎用半導体の分野ですねそういった、えー、ことにもなっているということあともう一つシノプスの特徴なんですけどもまあケー,デンスケーデンスも同じなんですがあのロジック半導体を設計するとしてもですね全て 全部新しく設計するわけじゃありませんあの以前使ってた設計図を使うこともあります要するに IP 知的財産権ですねこれを売るというのも非常に重要なビジネスになってきているということであります この EDA 一番上の EDA がシステムそのものを売る、そしてその下が IP とシステムインテグレーションをやるということですね。あのご質問があるようですが、サブス的な売り方もします。えー、売り切りだけじゃありません。サブスクもやっぱり、えー、やりますね。はいはい。で次 IT 行きたいと思います。うーまあもうアプリもう皆さんご存知の通りのお会社です。 で正直なところですね、えー、今回の iPhone13、えー、まあ可もなく不可もなくだろうと思います。えー、これはあの皆さんご覧になってそうだろうと思います。 これ仕方がない面があって一つはまだ5ナノだということですね CPU が5ナノ CPU、えー、と第2世代の5ナノ CPU を使ってますので高速にはなってますけどもやっぱり5ナノは5ナノですということです。ということです。もう一つはで,ですねおそらくですけども、まあ、私の意見でなんですが今半導体不足です。 でアップルはその半導体不足の中でなんとか大して飲んではいるんですけどもやっぱり半導体不足だということなんで今画期的なものを出し,て出して品不足になっても仕方がないというのはあるだろうと思います。で逆に言うとですね来年は3ナノになります。で三ナノになればやはり性能は相当大きくなります。 で来年と言いますとですね、えー、各国日本も含めて、えー、ミリ波基地局が大量にもう立ちます、えー、海外ではミリ波基地局結構立ってますが日本はまだそんなに立ってませんでも来年になればやっぱりちゃんと立つようになります、えー、来年再来年が iPhone の大きな変化なのかなというふうに思います まあ今回の場合ですねあのもう業務用に匹敵するようなカメラの性能を得てるわけなんですけども、えー、来年再来年等とそれにさらに加えて、えー、通信面での大きな変化があるのかなというふうに思いますんで、えー、長い目で見た時に今結構会話なんじゃないかなというふうに私は思ってます。はい、iPhone だけでなくてですねこの Mac ですね えちょっと伸びが鈍ってきたのはちょっとこれもまたし半導がなしで,半導体不足です、えー、今、まあ、ここはアップルの場合 TSMC とべったりということになるんですけども、えー、TSMC 自体がもう今 LINE がアップアップしている状態ですので。 えー、iPhone に持っている LINE の権利を集中させているはずですですので、Mac と iPad 本来だったら需要、まだまだあるはずなんですがあそんなに伸びなくなってしまったということです。これが半導体不足が解消されるにつれてまた Mac と iPad が伸びてくるとそういうふうになるかなと思っております。はい まあそういうことで言うと今少し長い目で見て買い場になってきたんじゃないかなというふうに考えております。まあこれが iPhone の出荷台数であります。はい。それからこれ Mac の出荷台数ですね。えー、前年に比べるとですねやはり結構高い伸びがついているんですけども、えー、まああのちょっと半導体不足の影響はどうしても受けているかなというふうに思います。 それから、マイクロソフトです。年率でですね。だいたい二十パーセント弱のを、十五パーセントから二十パーセントの増収。そして、同じ程度の増益がずっと続いています。で、四半期ベースでご覧になるとですね。見事に二桁増収、増益がずっと続いて、るということです、えー。めったにこういう会社っていうのはありません。えー、10約十年前に。えー オフィスのソフトをサブスクにしました。要するに月額あるいは年額をの課金にしました。まあ、もちろん。あのー。 売り切りももちろんあるんですけどもうーその月額あるいは年額の課金にしたのが大成功したということですね、えー、月額あるいは年額にして常に最新のオフィスのソフトワードをエクセルパワーポイント等々これをユーザーさんが使えるようにしたそれが大当たりしたということですそしてこれも10年ぐらい前に Azure を始めたわけです、えー、大手の、えー クラウドサービスであります、まあ、最大手はアマゾンウェブサービスアマゾンなんですけども要するにネットワークの構築をもう給与はしなくていいですとシステムはブロック単位でいろんなシステムを用意します組み合わせてくださいとそうすると大体自前で作るのに比べて半分近くの値段になりますよと。 いうことです、まあ、これがアマゾンが初めてですね世界中で大当たりしたということですねで最初は割に情報系の枝葉のシステムでそういうことをあのそういうクラウドサービスを使う会社が多かったんですがもう最近ではですねあの大企業の機関系をクラウドサービスで使うと。 いいうふうになってきてきるというわけですマイクロソフトの Azure というのがたい AmazonWeb サービスの半分ぐらいの規模なんですが、えー、2番手に今属しているとこれが大変よく伸びているということであります。はい、これがあの えーとセグメント別なんですが一番上が法人向けですねプログラティビティビジネスプロセスこれが法人向けのビジネスです、えー、真ん中がインテリジェントクラウドこれが主に Azure のビジネスですこの伸び率を見てください、えー、前年比で4割の伸びが続いているということです営業利益率も大変高いで一番下が あー一番パッとしないんですけどもパーソナルコンピューティングこの中に XBOX が入っているあとあの個人向けのオフィスのビジネスも入っているということになります、えー、この分野はですねあのちょっと、えー、新しい期に入って、えー、Windows の新しいバジョンがあの切り替えに入りますので少し伸びはあ鈍化するかなと思いますがあおそらくう新しい年度の後半にはまた立ち直ってくるだろうと思います。マイクロソフトを実は お勧めしたい一つの理由が四半期ごとにずっと伸びが続いているということとを、えー、定期的にあの株の買い戻しと増配をやってくれるということです。で今ですね全世界でパソコンを使って仕事をやっている人たちが15億人から20億人言われてあるといると言われております。 で世界78億人の人口のうちまだ15億人から20億人なんですよですんでパソコンで仕事をする人たちっていうのはまだまだ伸びしろがあるということですマイクロソフトはまさにこのパソコンを使う人たちのためにいろんなシステムいろんなソフトウェアを売っていると いうことにになるんでビジネスにはまだまだ伸びしろがありますそれから非常に効率的なビジネスをやった結果営業利益率が大変高いアメリカはまあ税制があの税率が低いということもありまして会社の中にどん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 現金があふれかえるような会社になってしまっていると。 いうことで、えー、これを減らすためにですね、えー、定期的に大規模な株の売買をやってくれるということです、えー、今回六百億ドルという六、えー、兆円以上ですね6兆円以上の株の買い戻しを、えー、発表いたしました、はい、日本ではとても考えられないような規模なんですけども あのまあ、ネームバリューもありますし非常にしっかりしたけあの会社でもありますのでもし初心者アメリカ株初心者の方で,です、ね、何かちょっと長い目で買ってみたいなというお,方がいらっしゃるお客さんがいらっしゃるんだったらマイクロソフトなんかというのはいいのかなというふうに私は感じております。はいはいえー、それから EV まあこれ最後のパートなんですけども、まあ、テスラのお話ということになるんですが、えー、今、ですねちょっと先にきますとあの20年の EV の世界販売台数が220万台だったとこれがたい年率で40%増ぐらいな話ですね。 これが15年後には大体2035年ぐらいですと世界の商用車を入れた自動車の販売台数生産台数が多分1億台を超えていると思いますのでその4分の1ないし5分の1が EV になっているであろうということです。 でこれ足元でどういうランキングになっているかと言いますとやはりテスラ、昨年で年間50万台達成しましたやっとまともな自動車メーカーになってくると。 こういうことですね。で次がフォルクスワーゲンの二十二万台、三番目が D BYD ということになっております。まあだいたいこれあの PHV と PHEV も全部ひっくるめてですね、EV EV 系のものをひっくり返って三百万台以上と年率四十パーセント増ということになるんですけども、こういう形になってきているということです。やっとテスラが独り立ちしてちゃんとした自動車メーカーに になってきたということです。で残念ながらこの上位10社の中に日日系は入ってないということですね。はい。で何がどう変わるのかということです。で重要なのがあもうお分かりになる通りですね。電気自動車というのはあ部品点数が非常に少なくて済む。まあ非常にというわけではないんですけどもね、えー、約2万点で済みますと。でこの2万点がどんどんモジュール化が進んでいっていると。 いうのが今の状況でありますガソリン車は3万点ハイブリッドカーは3万3000点ということですで、えー、電池が電池のコストがいつも注目されてるんですけどもあの電池だけじゃありません電池以外の部分のモジュール化も非常に進んでるんでここの部分でのコストダウンも進んでますですので量産効果が、えー、やっぱり電気自動車は自動車の中で一番大きくなるだろうと思いますはい。 で半導体について見るとですねあのー、これは、えー、テスラのモデル3についてなんですが ECU エレクトニックコントロールユニットこれがメインの統合 ECU1 個そしてボディ系の ECU これ各方面の、えー、制御をやるものなんですけどこれが3個合わせて4個しか ECU が入っていません。でこの ECU というのは普通のガソリン車で数十個あります。 えー、フォルスワーゲンで一番大きい多い車種で70個あるということです。トヨタででもやっぱり数十個個個すから40個50個は軽くあるということです。えー、ところがですねテスラ車の場合これが数分のあの10分の1になっているということなんで実はテスラについては あの半導体不足の影響はもちろんあるんですがトヨタほどじゃないとガソリン車ほどじゃないということです、まあ、こういったところから見てもですねその EV というのがコストラが非常に効いてこれからどんどん値下げができるようになってくるということが言えるわけですあと問題はやはり航続距離ということになりますね最大で300キロから600キロまでしか今走りませんこれはどうしても電池の技術革新が あ必要になりますが、ただですね、充電器をあちこちで配備いたしますと、500キロ程度で実は十分、えー、実用域に入ってきます。あのこれこれが実は日本と海外との事情の違いで、日本のように災害が多い、えー、国ではやっぱり EV です。あの EV じゃなくてハイブリとかですね、あの1000キロ以上走りますから。えー ところがですね災害がそう多くないという地域ではあの高速距離500キロでも十分だという人たちも実は多いわけですねこのあたりは実はポイントとして押さえておいていいと思いますもう一つ CO2 にばかり関心が向き,向きがちなんですが EV は排気ガスを出しませんですので、えー、自動車由来の大気汚染は完全 EV 化をしますとなくなりますということです あの日本はガソリン車ハイブリッドカーが非常に技術進歩が激しいそしてディ,ズディーズルカーも新,新型エンジンによってすすの問題がなくなったんであのかなり克服されましたんで。 自動車以外の大気汚染ってもうほとんどなくなってるんですよところがですねアメリカヨーロッパ中国インドこういったところは決してそうじゃありませんもうあの先進国も新興国も自動車が多くなればなるほどとにかく排気ガスがひどいこのあたりがもう全部 EV にしようとそういうふうな強いインセンティブになっているというふうに思いますはいで。テスラの市販機業績ですがやっとこういうふうにまとも利益が出てきたと いうことでありましてテスラの場合ですねアメリカで、えー、排出権を売ってますあのゼブ規制といいまして一定比率自動車メーカーに公害がゼロの、えー、ゼロエミッションカーを売りなさいという規制が全米の中で12州に対して、えー、成立してるんですがあーこの排出権を売ることでこれまで赤字の一部を補填してきました。ところがが、えー、販売台数どどんどん 拡大した結果ですねこの排出券を売らなくてもちゃんとした営業利益が出るようになってきているということです、えー、こういうふうにですね今生産販売台数が モデル3中心に20万台ということになってます昨年1年間で50万台今年はおそらく80万台にはいくだろうと思います当面年率50%増ぐらいの生産販売台数の伸びが期待できるだろうと思いますで、もちろん設備投資も今ガンガンやっているということです世界のあちこちに大規模工場をつけ作っているということですねで、その結果これをまあこのまま伸ばせばと いうことなんですがこのまま伸ばすと2年後に、えー、多分20%近い営業利益が出るそういう可能性は出てくるなというふうに思います。でこうなりますとですねやはり昨年の株主総会で言ったみたいですけども日本円換算で300万円以下の車種を出すというふうな話を イーロン・マスク氏がやったみたいですけども多分そういうふうな安い社氏はこれから出てそれでシェアを取ってくると。 いうことになるんじゃないかなと思いますがあのこの業績表を見ていただくとですねお分かりいただけると思うんですが、えー、私の予想が正しければ2年後には60%増,収増益で PR60 倍台ということになります、えー、PEC ですね、えー、PR 割る増益率で言うと、えー、大体1になるんで別に、えー、テスラは割高ではないと、まあ、安くはないとは思いますけども割高というわけではないと こういうことになるわけですね。はい。まあこの辺りを見てみると、えー、結構あのテスター面白い銘柄だなというふうに私は実は考えております。はい。で、えー、まとめなんですけども、半導体銘柄で言いますと、TSMC、NVDA i i、AMD ですね。 えー、インテル、マイクロン、それからスカイウォーターテクノロジー、このあたりもあの重要なあ銘柄だと思いますけれども、やはり NVIDIA と AMD が今、絶好調で走っている銘柄ですね、このあたり、えー、やはり重点を置いて、通、えー、してみるといいかなというふうに考えております。 それからあ半導体製造装置で言いますとやはり ASML はもうお約束みたいなもんかなというふうに思います。あとアプライドマテリアーズ KLA、シノプスこのあたりですね。はいえー、それから、えー、大手の IT で言います言いますとアップルとマイクロソフトこ,このあたりの銘柄はやっぱり安定感があって、えー、非常にいいなというふうに思います。あとテスラですねあのいろんな考え方があるとは思うんですけども、あのー、電気自動車1本と いいいううのが私は非常にいいというふうにと考えておりますこれガソリン車と電気自動車同時にやる場合はですね電気自動車のシェアが上がるにつれてガソリン車が売りにくくなってくるということはやはりちょっと頭の中に入れとかないといけないなというふうに思います。はい えそれであのご質問ですね。十、えー、分ぐらいえありますんで、お受けえいたしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。インフラ、あのー、電気自動車のインフラなんですけどもね、今ヨーロッパは充電器がもうあちこちにできてます。 でアメリカも中国もで出てますね、で日本は、えー、まだまだ足りないですね、この充電器が、えー、どこでも使えるようになると、結構、あの電気自動車は使いやすくなると思います。はいえー、それからですねクアルコムについてはですね株価が冴えないのは、あのやはりちょっとそのあれだと思います。あの ある程度ですね 5G スマホも、えー、結構いろんなスペックが出てきてますんであので、まあ、もう少しであの天井を打つという懸念がないわけじゃないんですよ。やっぱりその辺りはあのちょっとあると思いますね。なんで逆に今はパソコンとかサーバーの方をマーケットが見ているということになると思います。はい、それから えー、っとですねロジック半導体の積層化の流れなんですけどもえー、っとですね結局この積層化ということになるとやっぱりアプライドマテリアルズラムリサーチということになりますね。あのー まあ例えばえ、ラムリサーチの場合、難動に強いんで難動に強いということはこの積層化の技術についてはかなりアドバンテージはあるということになるだろうと思います。で、ロジック半導体ということになるとですね、積層化をやれば当然、その録音装置はフルに使うということになりますから、ASML ということになってくるだろうと思います。 前工程の大手に投資するしかあないなということですね。はい。それからですね、ちょっと待ってください。えー、っとですね、あ、次世代パワー半導体ですが、えー、っとですね、すいません、次世代パワー半導体の場合ですね、 あの製造装置はもう既存の製造装置と同じです、はっきり言いますと、でですねああのまあ、そんなに大きくなるもんでもないんでシリコンベースに比べるとですねそう大きくなるようでもないんで何かその大きくその特殊なあ製造装置を使うかというとそういうわけでもないというふうに思います。はい、えー そうですね、えー、っとラムリサーチなんですけどもねえー、っとですねやっぱりメモリーにメモリーとあと中国向けが多いっていうのがちょっとネガティブに捉えられてるのかなという感じはあ正直言って、えー、しますね、あのー。どっちかっていうとやっぱり今設備投資が非常に持続的に活発なのが、えー、ロジック半導体の分野なんで。 まあ、ラムリサーチに比べるとアプライドマテリアルズの方があーいいというふうに思われるんじゃないでしょうか。はいえー、っとですね ASML などの半導体製造装置いつ頃業績はピークになるでしょうかということなんですけども、えーっとですね、一応私がめどとして考えているのが2024年が1回ピークつけるかなと。 いう感じはしてますで理由はですね24年に tsmc とインテルのアリゾナ新工場が稼働開始するということですね、えー、このあたりが一つの区切りになるかもしれないなというふうには思ってますただあのその前に1回ピークが来るかもしれませんこのあたりは結構ブームが今長く続いてますんで慎重に見ていく必要はあると思います で株価のピークは業績のピークにどのくらい成功するかというとこれまでのケースだと大体半年ぐらい前に株価が天井に打っているというケースはあります。で既にですでにに今ももそうううじゃなないいかというような意見がマーケットにも あるにはあるんですけども大抵外れているということですね今実はマーケットの期待を裏切って予想を裏切ってブームが半導体ブームが、えー、続いているということになると思います で、アップルが最近下げてますが、いい会話でしょうか？私はそういうふうに思います。アップルが最近下げてるのは、やっぱり iPhone 十三が、まあ、ある意味、期待外れだった。と。逆に言うと、えー、期待が大きかったということなんですけどもね。それはあると思いますね。はい、えー、東京エレクトン、いかがでしょうか？あの、ネガサですけどもね、あの、私はいいと思ってますよ。ただ、あの、五百万かかりますから。 もし500万あるんだったらですね、アメリカ株幅広くごそっと買うということはやってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、汎用半導体から専用半導体の時代になってゲームチェンジが発生することはないでしょうか。えーとですね、汎用半導体がなくなるということはちょっと考えにくいですね。で、専用半導体ってどういう分野を 想定なさっているのかなと思うんですけども例えばあの車載用は車載用であるんですけども車載用でですねちょっと大きな変化があるとすると車に CPU が搭載される時代がそのうちきますこれ完全自動運転になった時には CPU が搭載されますそうするとですね CPU どこで作るかというとやっぱりインテルそれから AMD あとやっぱり NVIDIA ですね NVIDIA が ARM 買収しようとしているのはやっぱりそれを考えて ことだと思いますので、あの例えばその場合ですね、あの、えー、ルネサスのようなその社債従来の社債用半導体よりも、えー、CPU をやっている会社の方が注目されるということはあるだろうと思います。えー、NVIDIA のアーム買収が成立する確率、えー、これ正直言って分かりません。で私自身はアーム買収成立しなくてもいいと思ってます。なぜならば、えー、4兆円払わずに済みます。 それからですね CPU 進出は ARM と契約すれば済むということになりますんでまあ,あのどちらでもいいかなというふうに思います。 えー、中国のゲーム規制がゲーム受け半導体の多いエヌビディアの業績に影響を与えるかというと、与えてもそう多くはないと思いますよ。あのー、そこままで大きくはあ多分ないいだろうと思いますあのアメリカもヨーロッパも、ですねそれから中国以外の、えー、新興国でもやっぱりパソコンのゲー,ミンゲームのブームっていうのはありますんで。はい アーム買収ができたら n v i d i a が上がるかというと1回目は上がるというふうに、えー、思いますけどもね、えーまあ、ただちょっとここはですねやっぱり4兆円というのは重いですからそこら辺はあまだあよくわからないところではあると思います中長期では上がると思いますレーザーテックまだも伸びると思いますね。はいえー とまあ、クアルコムについては先ほどお,お話ししました、えー、あとですね大体いいこんな感じでしょうかはい大体、えー、いいこんな感じでございましょうかはい、えー、ではあのこの辺あたりでお開きにさせていただきたいと思います、えー、ご清聴ありがとうございました今後ともよろしくお願いいたしますありがとうございました